こんばんは、速稼塾の久保です。メッセージ今いただいたんで返信終わったんですけども、これ定期的に来る質問ですね。また答えましょう、何度でも。こういうふうなメッセージが来てます。名前伏せますけども、いつも大変勉強になっています。いろいろ書いてあって、結果ですね、結論ですね、聞きたいことっていうのは、どうしたら久保さんみたいに頭が良くなりますか、また頭が良いとは何ですかというね、これね、本当にね、よく聞かれるんですよね。私が頭がいいかどうかはちょっと置いといてですね、私なりに、頭がいいってことはどういうことかってことを、シンプルにお話しします。頭がいい人ってね、自習ができるんですよ。だから人に聞く前に自分で調べて答えを導き出すんですよね。でよく分からないから調べられないっていう人がいますけども、分からないから調べるんですよ。分からないから分かるまでやるんですよ。でこれ似た言葉で、できないからやらないっていう人いるんですけども、できないからできるまでやるんじゃないですかね。この辺でもうボタンかけ間違っちゃってるんですよね。で多くの方はなんかやったつもりでね、結構娯楽に消耗してるんですよ。なんかくだらないコミュニティ入ってなんかわーわーやってみたりとかね、それどこにも向かわないんですよ。もちろん娯楽って割り切ってればいいんですけども、娯楽の割合が多すぎて人生が無駄になってることにまず気づいてないんですよ。余裕ができるようになってからね、娯楽をすればいいんですけども、余裕がないのにまず娯楽優先しちゃったりとかね、息抜きだとか言って息抜きしかしてなかったりするんですよね。生産があまりにも少なかったりするんですよ。だからこういうのに気づけるかどうかってこともすごく肝心なことで、ちょっとこう言ったら耳も蓋もないんですけども、愚かなことに集まり、愚かなことを語り、愚かな人たちと笑う、これなんですよ。でしかもそれは有意義なことだと思っちゃってるんで、なんとも言えないんですけども、もちろんね、賢くなりたいと思ってないんだったらいいんですよ。でも賢くなりたい人がこういうふうなことやっちゃうと賢くはならないんですよね。だからすごいひどいこと言ってるみたいですけども、こういう質問来たらこう答えるしかないんですいません。あともうちょっとお話しますね。大体3種類のうち自分はどれかなってことに気づいたらいいと思うんですよ。それがですね、言われてもできない人、ね、これが1種類目。次、言われないと気づかない人、ね、言われないと気づかない人ね。で3つ目が、言われる前にもう動いてる人なんですよ。要するに自習ができてるかってことなんですよね。自分が向かうべき課題っていうのが、もうきちんと自分で誰にも聞かれずに誰にも言われずに発見できて、でそっちの方に向かってすでに結果が出てる、その繰り返しが人生だと思ってる人っていうのは賢いと思います。でも多くの方はそうならないんですよ。なんか自分だけはね、そうならないと思っちゃってるんですよね。自分は頭が良くないからっていうふうなことをすぐ言うわけなんですよ。だからその時点でもう賢くはならないんですよね。これね、謙遜してるようで本当に自分のことを言ってるんですよね。だから本来でしたら賢くないと思うんだったらもう動いてないといけないんですよね。でも動いてないから賢くならないんですよ、いつまでたっても。で、どうしたら頭が良くなりますかって、聞いていただくのは全然ありがたいんですけども、久保さんが頭がいいって思ってるってことは、なんだかね、頭がいい基準を持ってると思うんですよね。で、それをこれからお話しますね。おそらく頭がいいというふうに見えてるってことは、多分自分のね、情報量より勝ってることだと思うんですよ。だから一つ目は物知りでいることですよね。情報量が多い人を人は賢い人、頭がいい人って言います。で、次の段階はその得た情報を組み合わせる力、応用力ですよね。コラージュ力っていうんですけども、情報っていうのは単体では、大きな威力を発揮しなかったりするんですよ。でも組み合わせることによってレバレッジが効いて、とてつもない大きな結果を出すことができますよね。その組み合わせができるかどうかっていうところで、また人は分かれていきます。で、3つ目の段階に来ると、これはほとんどの方無理なんですけども、新しい情報を自分で編み出して発信していくってことなんですよね。世の中にない概念、歴史上にまだ編み出されてないものを作っていくってこと、自分が歴史上最初の発信者になるってことですかね。これはほとんどの方はできないんで、それこそ何ですかね、アルキメデスぐらいなもんなんでねそういう人になる必要はないんですけども、まず第一段階のその情報量ですよね、物知りでいるっていうのは最低ライン言っとかないと勝負にならないかなと思います。結局ね、情報量がない人って豊かにならないんですよ。情報が豊かになってない人ってはっきり言って人間的にも豊かにならないんですよ。というのが、何が礼儀か何が無礼かっていう情報がないんで、自分は普通に生きてるつもりなのに、ものすごく周りの人がね、不快になってるわけなんですよ。で、それにしかも気づかないし、たまに指摘されても何がおかしいの、何が悪いのっていうふうになっちゃうわけなんですよね。
で自分がとんでもない無礼なことをやってることを気づかずに人生を過ごしてるんで、それはねひどい人生になっちゃいますからね。でこれもね本当に痛々しいというかね、そういう人に限って指摘されたら怒るわけなんですよ。だから結局指摘する人も減ってくるっていう形になって、どんどん切り離されていくっていう、まあ、そんな感じなんですよね。だからね人によってはねなんかこの指摘をねいじめだとかねなんとかハラスメントだとかすぐ名付けるんですけども、そうじゃなくて愛情を持って言いにくいことを伝えてくれてるっていうふうに考えられないんですよね。それはね結構ね指摘する方もね消耗するんですよ。めんどくさいですからね、反感買ったりとかね、争いになってみたりとかね。だから相当配慮して妥協して伝えてくれてるんですよね。他の人は見て見ぬふりなんですから、そっちの方が本当は起こるべきなんですけども、まあそんなとこじゃないかなと思いますね。特にねその家族がそうなってることが多いんですよ。家族が自分の子供たちの至らないところを分かってるのにそれを修正せずに社会に出したわけなんですよ。だから余計勘違いした人が世の中に溢れていって、まあはっきり言って賢い人から見ると邪魔な人になっちゃうんですよね。これがだからまあ対立が始まっちゃうんですよ。でも賢い人は真っ当に攻撃はしません。なんとか手を差し伸べようとするんですけども、跳ねのけるのはどっちかっていうと賢くない人の方なんですよね。すごく自己肯定感強いんですよ。自分が傷つけられたとかね、自分のことをなんかねちょっかい出してきてると思っちゃうんですけども、そうじゃないんですよね。その重要なのは自己否定感を持つことなんですよ。今自分がやってることは実はとてつもない損をしてるんじゃないだろうかとかね、ものすごくおかしく見られてるんじゃないだろうか、人の目を気にするなっていうのとまた違いますよ。人を不快にするってことは人を傷つけてるってことなんですよ。それ暴力なんですよ、人を不快にするってことは。でそこに考えが至らないから賢くない人ってなっちゃうんですよね。だから結局、まあ、上流階級っていうかね、その礼儀とかマナーっていうのが生まれてくるんですよ。礼儀とかマナーって破っても罰せられないんですよ。だから立ちが悪いんですよ。罰せられないけども人が離れていくとかね、で人に嫌われてるっていう最大の罰がそこにあるんですよ。で結局有利な情報は誰も教えてくれなくなるし、偽情報ばっかりが周りに集まってくるし、質の悪い会話にまみれてくるんですよね。だからこう賢い人はだんだん口を聞かなくなるみたいなこともあるんで、用心した方がいいと思います。ということでございますね。ちょっといつもより話しすぎちゃったねこれね。まあいいやということなんで、私が頭がいいかどうかちょっと置いといてですね、頭がいいとはどういうことですかって聞かれて、まあ私が今話したことぐらいは多分ね話せるようになったとかいいと思います。ちょっと偉そうなこと言ってすみませんけども、いや本当にこのどうやったら頭がいいか、どうやったら頭が良くないかっていう、その、なんですかね、住み分けはもうしとかないといけないでしょうね。じゃないと、頭が良くない人についていっちゃうことにもなっちゃうんで、すごく本当は大事なことです。この頭が良い悪いっていうのは、すごく人もね、言いにくいことなんですよ。私も言いにくいですからね。言いにくいけども聞かれたから答えますから。心の中でずっと思ってますよね。それは一人ずつ評価してますから、それは。出会う人、出会う人。これダメだとか思ってるかもしれないですよ。まあそこまで私はまあ他人に興味がないっていうか、ね、そこまで気にしてませんけどね。でもこうやって動画を通じて会える方っていうのは本当に恩人でございますんでね、本当にいい方向に向かってほしいと思います。ですんであえて苦い水も放ちますんでよろしくお願いします。いってらっしゃい。